長崎県道11号佐世保日の松浦線。長崎県道11号佐世保日の松浦線。長崎県道11号佐世保日の松浦線は、長崎県佐世保市から、松浦市に至る、県道、主要地方道である。北松浦半島を南北に縦貫する。本来は一本の県道ではなく、1955年に、主要地方道として第一次認定を受けた。 佐世保市佐線や1958年に認定を受けた佐世保市下町線、藍浦港元山線などを再編したものある。そのため場所によって様々な風景に出会える。起点は長らく佐世保市中心部の国道35号松浦町交差点だったが佐世保港インターチェンジの開業に伴い2000年代に港 IC 入り口を起点に切り替えた新起点区間。 関心町、平瀬町は、旧市道で、旧海軍施設を民間に開放した際に付設された、戦後の道路で、佐世保競輪場や佐世保海上保安部が沿線にある、4車線で、西九州自動車道の高架下を通る、佐世保池裏区間を経て、旧市街地の臨港地区に進む。1968年の航空母艦エンタープライズ。 入港阻止闘争の舞台となった佐世保川の平瀬橋を渡ると、旧佐世保鎮守府港内道路区間に入る。旧助手港線跡と並行に、米軍基地内を東西に横断、米軍ゲート前で SSK バイパス、指導佐世保愛浦循環線が分岐し、県道26号との重複区間に入る。重複区間も、中央分離帯付き4車線。 重複区間から山側に鋭角に方向転換して、旧来の11号単独区間に入る。佐世保中央インターチェンジを迂回し、佐世保軍港開港後に発展した住宅街に分け入っていく。佐世保軍港開港に際し、沿岸部に住んでいた住民を立ち抜かせ、大体地として開かれた断崖状の古い土地である。このため、戦前のメインストリートと別に戦後企画の歩道付きに、 車線道路が親切さ、県道は戦後企画の道をたどる。断崖上にあるため、勾配が所々にあり、カーブも多い。戦後も佐世保重工業従業員が主に定住したため、住宅や商店、町工場が沿線に並び、交通量は多い。日の峠を通過して愛浦地区に入る。このルートは戦前に愛浦地区の炭鉱と佐世保市街を結ぶために、 整備された。一車線の旧道は山沿いに残っている。かの駒入口交差点で SSK バイパスと合流し、再び四車線に戻る。1969年に長崎県で開かれた創造国体に備えて整備された区間で、佐世保会場となった総合グラウンドは、現在もスポーツ施設として用されている。沿線はロードサイドショップが林立する。 長崎県立大学前を通過し、君谷町の交差点で、旧佐世保市下町線区間は終わる。交差点で合流する旧愛浦港元山線区間に入ると、4車線は国道204号合流まで続くものの、ロードサイドショップはまばらになる。愛浦市街地を抜けて、佐々町方面に抜ける交通が多いため、旧愛浦港元山線区間は、交通量が減る。 しかし、愛浦中里インターチェンジが設置され、交通量は激増傾向にある。河本山交差点から吉岡町まで国道204号との重複区間が約2キロメートル続く。愛浦川を渡って2車線の旧佐世保支車線区間に入る。支流の小川内川佐岩を遡っていくが、一部に1車線区間が残っている。 県道40号の妙館寺トンネル経由振動が開通したので、一車線区間の拡幅工事が進行している。県道40号振動と分岐すると、地元では、小茂田越えと呼ばれる、セチバル地区へ向かう山岳ルートに入る。このルートは、西越えバスの小茂田セチバル線にあたり、便は1日8往復。小茂田ダムを除くと大規模な施設はない。分岐から間もなく、 センターラインが消え、1.5から2車線でエリ峠を目指す。エリ峠直下の連続カーブ区間は道路が拡張されている。峠を越えてセチバル地区に入るとセンターラインが復活する。高台の棚田や茶畑の区間を通過すると山林の中を連続ヘアピンカーブで一気にセチバルの島市に降りていく。最後のカーブで福音が一気に狭くなり、 路線バスとの離合は困難である。バスの全幅いっぱいの狭い道となり、設置バルの島地を横断する。設置バルから市境の向領路峠下までは、北松広域農道の区間に取り込まれており、ルート変更を伴う大規模な整備が行われている。このため、長崎県道54号、栗木吉井線との重複区間は分岐変更の谷200メートル程度に伸びている。 ふもと付近はセンターラインなしの2車線だが、中腹からセンターラインが設置され、カーブ緩和のための急勾配ショートカットが随所に現れる。むくりょろ峠下で北向きに能動と分岐するが、県道は1車線に減少する。急勾配を1車線で上り詰め、峠は拡張されたヘアピンカーブで乗り越す。設置丸吉街地ともに数少ない1車線区間で、松浦市横下付近には、 大型車への警告看板が立っている。峠を乗り越すと、松浦市に入る。セチバル、松浦駅間も、西越バスの路線で、ムク路ロ峠の次のバス停は長坂。1キロメートル程度の1から1.5車線区間を抜けると、センターラインはないものの、カラー補送で色分けされた2車線区間に入る。山林の中を走る上にカーブが多く、見通しは悪い。下るに従って、 農地や集落が増えてくる。県道5号と合流すると、下川左岸の断崖下を通る。赤木面付近から、センターラインが設定され、松浦市街に近づく。メインルートは、松浦市役所横を通過して、松浦駅に到達するが、県道は、市街地入り口の3冊で分岐する。商店、オフィス街を抜けると、福音の狭い旧商店街に入る。 新商店街に比べて人通りは少なく交通規制はない。300メートルほどの商店街を抜け、ハスダ橋交差点で国道204号と合流し、県道は終点となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。